皆さんこんにちは、サルです。今回は先日ご紹介したこの OD 缶収納ケースですね。250缶用と110缶用があります。まあ OD 缶型ケースということですけど、この、出っ張りとへこみについて視聴者さんからご質問いただいたので、回答もしておきながら、私の本来のこのチャンネル解説意図であった DIY についても試してみたいと思いますので、よければ最後までお付き合いください。で、まずここにはまるかどうかということで、こう同じサイズの250缶同士のものをやってみます。で、これは結論から言うと一応入るんですけど、よく見るとですね、わかります？ピタッとははまってないんです。だから安定してないんですね。これ個体差かなとも思う感じもあるんですが、どうもですね、そうでもないかな、個体差かもしれません。こう下に置いて上に置いてこう押さえてやると、ピタッとははまってないもんで、やはり少しなんかこうグラグラはするんですよね。まあ、これね、ちょっと残念な感じですね。で、それに対してこちらの110缶サイズの方ですね、110缶型、こちらについてはどうかっていうと、これはね、むしろぴったり、こうなんならくっつくぐらいのね、ぴったり感があるんで、こちらの方だとですね、割といい感じです。これはですね、まあどうでしょうね、グラグラしない感じですね。だから110缶のケースを2つ持っていきたいなっていう方あんまりないよね、多分まああればですけど、縦にこう積み重ねてね、持っていくっていうことは、これがあるとしやすいだろうなとは思います。こっちもダメじゃないですね。まあ一応縦に積み重ねて倒れない程度の形にはなるんですけど、まあぴったりかっていうとちょっとそうは言いづらい感じのものですね。ちなみにですね、ここの、出っ張ってる部分の直径をですね、測ってみるとこんな感じですね。はい、なんか精度がね、いまいちこうどうなのかなっていうのもあって何回か測るんですけど、250巻の方は48ミリぐらい、110巻の方は47ミリぐらいということで、この2つのサイズがですね、違うんですね、ということです。まあそれはね、まず1つの回答でした。小さい方については、まあ収納積み重ねることができるけど、大きい方はちょっとダメじゃないけどあまり好きになれないなっていう方が多いんじゃないかなって私は思います。あと2番目にですね、これを食器として使えないかと、まあ、もちろん食品はね、入れないでくださいって書いてるので自己責任にはなるんですけど、まあ、実際お茶碗のような形でね、使えないことはないと思います。ただそこがね、さっきの通り48しかないので、置いて置けますけど必ずしも安定はしないので、まあ倒れるかもしれないっていうね、倒れてもいいようなものであればね、まあ、ご飯粒とかであればこれいいんですけど、なんか汁物とかはね、ちょっとこう不安定ですね。で、ここがへこんでるので、まあ、これを例えば受け皿にしてこう置けばいいんではないかっていう発想はありだと思ったんですが、これもですね、グラグラしちゃうんです。グラグラなんでかっていうと、ここのへこんでる部分、裏から見るとこう少し飛び出してるんですよね、こちら側にね。だから地面に置いた時にここがそもそも安定しないので、この250缶の方はそれもちょっとやりにくいです。はい、ただまあこのまま置けばね、ダメじゃないかなっていう感じはします。大きめのお茶碗ですねはい、それに対してこの110缶の方はですね、下に置いた時にここがほとんどぐらつきません。まあ、わずかに出てるんですけど、そんなに出てないので、ほとんどぐらつきません。なので、ここをはめてやると、これは安定して使えるんじゃないかなと思いますね。はい。これはだとね、汁物入れても倒れることがないので、安心かと思います。まあ、そういう使い方で言うとね、
この110巻のやつの方が、どちらにしてもね、使い勝手は良さそうな感じはありますね。まあ、もともと OD 缶を入れるためのものなので、そういう意味ではどちらも一緒なんですけどね。まあ、食器用に使ったりとかするんであれば、こっちの方が便利そうですね。で、あとは大小ね、2種類を組み合わせる場合についてなんですけど、この250巻の上に110巻を置くと、これまたね、いまいち安定しないです。はい。言った通り、こちら47ミリ、こっち48ミリ前後ですから、はまらないんですよね。ということです。こんな感じですね。で、逆に反対にするとはまります。こちらの110巻の方が、ここの幅が1ミリ小さいので、ほぼピタッとくっつくぐらいのはまり方をします。この向きなら安定します。ちょっと変ですよねけどね。はい。ということも、一応回答しておきます。で、最後に気になるのが、こちらの先の部分を切り取ってしまえば、どんな風に活用できるのかっていうね。まあ、私が最初に撮った動画の時にも申し上げましたが、一番興味のある使い方について検証していきたいと思います。ただここからはもう完全に DIY でね、100均キャンプ好きの方というよりは DIY 好きの方にね、見ていただけるかなと思って撮影しますので、まあご興味ない方はね、ちょっとつまんないかもしれません。ご了承ください。じゃあここをね、実際に切ってみようと思います。ここから先の加工は自己責任でやってますので、皆さんにお勧めするものではありません。まあ、私個人のね、DIY の趣味というか、エンターテイメントとしてやってるだけになります。今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することで、より使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。気持ちいいね。ここをきれいにしとこうかな。はい、皆さん切ってきました。
最初はノコでやったんですけど、結局電動工具の方が切りやすかったのでハンドルーターを使いました。こんな感じですね。はい、まあ、切りがないんでね、もう仕上げはこだわらずにね、簡単にね研磨しただけなんですけど、どうですか。はい、この状態もう完全に自己責任なんでね、よし悪しは別として、非常にね私はこれがやりたかった。でいよいよですね、ここにこの OD 缶をはめていくということですね。やってみます。いやードキドキです。おー、来ましたね。いいですね。ちょっとこれも剥ぎましょう。おー、来ましたね。これがしたかった。はい。この48ミリのやつを切ると割と余裕がある感じでしたね。はい、いいですね。まあ、当然もう一つもやっておきましょう。こちらの方も、まあ、シールはもう剥いちゃって、で、110巻の方ですね。おー、これまたなんとも言えないな、なんとも言えない雰囲気じゃないですかね。これはね、多分何をやってるんだろうかっていうね、疑問を思う方の方が多いと思うんで、いいんです。もう完全に個人の趣味です、これ。何の役に立つのって言われたので私も説明できません。この質感とね、ツヤ感プラ特有のね、でこの色ね、これが好きっていうだけです。もう本当にそれだけです。なのでやっぱつけたいですね、ここにはね。ちょっとつけてみましょう。これを、まあ自己責任ですよ、完全に。火はつけませんけどね、自己責任で、まあオブジェとしてね、部屋に飾るときでもこういう色合いにしとくと、これは好きかな、やっぱり。はい、そうですね、シングルバーナーの感じがどうですか。いやー、今までとね全然違いますね。やっぱり OD 感がね、デザインが主張が激しいので、これでねもう全然違う感じになりました。こちらもつけときましょう。こちらはじゃあランタンをつけようかな。ガスランタン、ガスランタンいいんですよね。なんか燃やすとね、シューっていう音がね、なんかガス灯の雰囲気でね、好きなんですよね。よいしょ。このあたりはね、慣れてない方なんかはね、ちょっと怖いなと思うかもしれないので、そういう方はね、もうあえて見ない方がいいかもしれませんね、この動画。はい。うわー、いいなーこれ。多分ね、見てる方はね、無理やり言ってるんじゃないかなって思ってると思うんですけど、そんなことはないですね。まあまあまあ、これはね、もう見てわかんない方はね、何バカなことやってんだっていうね、そんな感じだと思います。いいんです。もう完全に個人のね、趣味の世界ですけど、まあけどね、好きな方は好きだと思いますよ。これはね、わかる人はわかると思いますし、まあ、わかればいいわけじゃないね。まあそういう単なる思考の話です。ということで、これは私は気に入ったので、しばらくこういう形でちょっと眺めて楽しもうかなと思います。来ましたね。やっぱこうしたかったよな、最初からね。まあセリアさんはね、こうやっちゃうとね、使ってしまう方があると思うので、火つけようっていうね、それがいけないのでね、多分やってないんじゃないかなと思いますし、繰り返しますけど、これ耐熱温度80度だしね。こういう使い方してはいけません。プラなんで弱いのでね、危ないです。ここが燃えるかもしれませんね。ということなので、そこはくれぐれも、見た目がね、好きなので楽しもうという、単なるオブジェとして楽しむための一工夫ということです。はい。